はい、こんにちは、116インズです。いよいよ待ちに待った怪物ピッチャーのメジャーデビューが到来しますね。先日パイレーツは現在 MLB でも屈指のトッププロスペクターであるポール・スキンズが現地5月11日のカブス戦に先発し、待望のメジャーデビューを果たすと発表しました。スキンズは昨年のドラフト全体1位指名を受けたピッチャーで、圧倒的なボールの持ち主であることから、ドラフト時には2009年ドラフトの全体1位であり、当時ドラフト史上最高の投手とまで呼ばれたスティーブン・ストラスバーグ以来の逸材ともされた選手。そんな選手のメジャーリーガーとしてのキャリアがついにスタートするわけですね。スキンズは今季トリプル A で開幕を迎えましたが、すでにマイナーでは敵なし状態といった感じで、マイナー7000発で防御率は驚異の 0.99。 今季スキンズが投げるたびにどこかしらから彼のハイライトが流れてきていた印象すらありますが、どれを見ても本当に相手打者を圧倒している姿ばかりで、このピッチャーが MLB でどんなピッチングをこれから見せてくれるのか、本当に楽しみな存在です。今回はそんなスキンズに関するお話をちょっとしていけたらなと思っています。スキンズについてまずは簡単にお話していきますと、カリフォルニア州出身の21歳の右ピッチャー、ルイジアナ州立大学 LSU から昨年のドラフトでパイレーツから全体1位指名を受けていますが、ただ大学時代を通してずっと LSU にいたわけではなく、もともとは空軍士官学校でプレーしていた選手。しかも当時はピッチャーとキャッチャーの二刀流という、ポジション的には究極の二刀流もやってのけていた選手で、バッティング面でも1年生の時に48試合で打率4割1分をマークするなど、なかなかの成績も残していました。ただピッチャーとしての才能が本格的に花開いたのは LSA へ転向した2023年シーズンから。もともと100マイル近い力のある速球の持ち主でしたが、 LSU のウェス・ジョンソン投手コーチとともにスライダーの改良に取り組み、これが速球と合わせて非常に効果的な球種になったと。昨年 LSU で122回3分の2を投げ、防御率 1.69、 そして209奪三振。大学生のバッターたちを別次元のボールで圧倒する姿は爽快感もあり、そして久々に大学生のピッチングでこれはやばいと思わせるものでした。ドラフトでの全体1位指名、そしてドラフト史上最高額となる契約金920万ドルも納得だよなと、そう思わせるような圧倒的なピッチングを披露していました。そしてプロに入ってからも今のところスキンズを止められる存在はほとんどいないといったところでしょうか。開幕ロースター入りにも少し期待がかかったものの、最終的にはトリプル A スタートということになりましたが、先ほども触れた通り、ここまで7000発、27回3分の1を投げて防御率 0.99、 そして45奪三振。プロ野球選手としてフルシーズン1年目ということもあってか、パイレーツはかなり慎重にスキンズを扱っており、開幕初先発も3イニングしか投げなかったんですが、そこから徐々に1先発のイニングを増やしていきまして、4月30日のブルージェイズ参加バファローバイソンズとの試合ではプロ囲碁としてはキャリア最長となる6回を投げて無失点。前回先発で5回途中2失点と、これまでのスキンズ比ではやや打たれてしまったものの、今のところは順調そのものといった感じで、イニングのビルドアップもしっかりとできたことから、パイレーツとしてもいけるという判断になったんでしょうかね。スキンズもトリプル A ではものの違いを見事に見せつけましたんで、やるべきことをちゃんとやった上でメジャー初昇格を勝ち取った形でもあるでしょうか。ここまでの7先発におけるスキンズの各球種別成績も見ておきましょうか。フォーシームが 46.9%、 スライダーが 25.1% ということで、投球の軸はやはりこの2球種。ここは大学時代と変わらない部分かと思っていまして、際立つのはやはりフォーシームの平均球速 99.9 マイルですよね。先発投手としてはちょっとびっくりな平均球速ですし、ほとんど打たれず空振りも割と奪えていますので、メジャー上がってどこまで通用するかは楽しみなところ。スライダーに関しても空振り率 42.9% は驚異的であり、これも彼を支える大事な変化球となってきそうですよね。そしてプロに入ってから変わった点では、スプリットを割と投げるようになった点。今季の割合で言えば 18% と結構投げていると。スキンズのスプリットはスプリットとシンカーのハイブリッド、いわゆるスプリンカー的なボールのようで、ツインズのジョアン・ドゥランが投げることでも有名ですが、これが今のところ悪くないと。まず平均球速95マイル近いスプリットってなんだよという気もしますが、スキンズはフォーシームとスライダーに続くサードピッチの成長が必要と言われていた中で、これがその答えになってくるのか、ここは注目したいですよね。この他タイミングを外す球種ですとか、意表をつく球種としてチェンジアップやカーブもありまして、まあ全体的にひとまずトリプル A でのスキンズに関してはとにかく空振りも奪えていますし、制球面も大きな問題なし、ボールもいいですので、あとはメジャーの舞台でその力を発揮するだけです。という感じで非常に楽しみなスキンズのデビューなわけですが、しかしこんな疑問もあるかもしれません。それだけいいピッチャーならなぜ初めからメジャーでないのかと、なぜ5月になってから上がってくるのかと、このタイミングでの昇格となった背景にはいくつか考えられますが、まず当然ながら FA 権の問題はあったでしょう。予定通り5月11日にスキンズがメジャーに昇格し、そこから残りのシーズンを過ごしたとしても、サービスタイムの計算上1年とカウントされるのに必要な日数は得られませんので、開幕からメジャーにいた場合は最速で2029年オフに FA となれたところ、これが1年遅れまして最速2030年オフの FA 権取得となります。つまりパイレーツがスキンズを保有できる期間が1年延びると、
現行制度では新人王投票で2位以内に入った場合は、その年の在籍日数に関わらずサービスタイム1年と扱われるため、スキンズがこの後新人王投票で上位に入る大活躍を見せると話は変わってくるんですが、パイレーツとしては FA のことはまず頭にあったでしょう。ただ一方で、このタイミングの昇格ですと年俸調停を通常の3回ではなく4回受けられるスーパー2に該当する可能性は高く、完全にチームの利益を追求するならそれにすら該当しないタイミングでの昇格になっていたでしょうから、パイレーツは FA のことは考えつつも、かといっていつまでもスキンズをマイナーに留めておくつもりでもなかった。問題がないと自信を持って言えるタイミングであれば上げるつもりであった。必要な戦力とは考えてはいるんでしょうね。ESPN のジェフ・パッサン記者の記事にもありましたが、この他の理由としてはスキンズをプロのスケジュールに慣れさせる、これだけピッチャーの大怪我が目立っている時代ですから、とにかく無理はさせないと。メジャーで彼を守りながら運用することもできたんでしょうが、それだと他のピッチャーに負荷がかかるとあって、なるほどとはなりましたね。これからのチームを支えるエース候補なわけですから、パイレーツもしっかりとプランを持った上でメジャー昇格までの道筋を考えていたようです。スキンズの昇格はパイレーツにどんな影響をもたらすんでしょうね。現状パイレーツは借金生活でありますが、一方でエネル中地区はもちろん東地区西地区との比較にはなってしまいますが、絶対的な王者が不在な分チャンスも多い地区。ちょっと今のところ打線が厳しい感じで、戦力的には一歩劣るかもあれど、全くノーチャンスとも思ってはいません。現地5月8日時点でのパイレーツの先発防御率 3.64 はリーグ4位ということで、今のところ先発陣が健闘していますし、特にスキンズと同じくルーキーのジャレット・ジョーンズが大きなインパクトを残していることは皆さんもよくご存知でしょうが、あれと同じくらいのインパクトをスキンズが残すようだったら、とんでもないルーキーコンビになっちゃいそうですよね。もともとミッチ・ケラーがいた先発ローテーションにジョーンズとスキンズという2人のエース候補が加わり、今後も3人とも期待通りの成績を残していくようでしたら、 MLB の中でもトップクラスの3本柱にこれからなってもおかしくはないと思いますし、パイレーツも彼らを中心として早ければ今季オフくらいから本格的にコンテンダーに戻るためのステップを踏み始めるんじゃないかとも思っていますので、強いパイレーツを支える存在にスキンズがなったらいいなと。そんな未来にも夢を膨らませながら、現地11日日本時間では12日早朝5時5分から始まるスキンズのデビュー戦、楽しみにしたいです。個人的にはスティーブン・ストラスバーグのデビュー戦、7回2失点14奪三振と、これがみんなが言っていた化け物ピッチャーかと、それをマウンドでまさに証明した数あるデビュー戦の中でもトップクラスに衝撃だったゲームですが、ドラフト時は彼以来の逸材と呼ばれたスキンズは初めてのメジャーのマウンドでどんなプレーを見せてくれるんでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。